はい、始まりました。今週も YouTube の時間です。お相手は DJ のマクアドル高之です。今週も30分よろしくお願いします。いや熱い <laughs> もう熱いの一言中か何んてうかね、もうね、あのパソコンでご覧の方ね、ものすごい僕、あの黒いんですよ。<laughs> 本当に。もうね、焼けまくってますよ。 でもまあ、まだまだですね、まだ6月ね、もうそろそろ6月終わりですけど、まあこれから7、8、9、10月まで沖縄暑いですからね、なんだかんだ言ってね、もうバリバリ泳げますし、本当にね、いやー、でも負けずにね、あの、沖縄の暑い太陽に負けないぐらい熱くお送りしますんでね、今週はなんとゲストに、 オカリナ奏者のチーナーさんも、えー、いらっしゃってますのでお楽しみにしていてください、えー、メールをね待ってますよ皆さん30分だからねもう今すぐ送ってくださいよろしくお願いします、えー、宛先です7 9 7 f m g ワ i n ッ1 c o m 7 9 7 f m g ワ i n ッ1 c o m でメールどんどん待ってますんでよろしくお願いします今日はね本当盛りだくさんなんでねもう トントントンとね、まあ行ってみようかなと思ってますんでよろしくお願いします。この番組は、ボディマッサージとアロマのリメディアルアロマスクールサロンティーズ歯を守ること、それは命を守ること、コーチンダーシカークリニック。丸ごとラスクが大好評のワイズサポート。酒類全般輸入卸し通信販売上 EY 商事。 アパートの修繕リフォームなら、ショーンプレイスの提供で30分間、熱く、熱く、お送りします。 はい、えー、改めましてこんばんは、えー、youtube の時間です、えー、dj の、えー、マクワードの高い木ですよろしくお願いしますえー暑い <laughs> もうこればっかり言ってますけどねあのー、なんか台風の方もね発生したということで あの今年はねまだ1個も台風が発生してなかったというすごくもう珍しい年なんですけどまあね、あのー、もちろんこう被害が、ね、あったらもうまずいんですけどでもやっぱある程度はこの自然のリズムっていうか、まあ、夏になったら台風が来てこう、あのー、海,海水海の水をもうひっかき回してこうなんかねこうあるんでしょそういう、まあ、台風ならではのこの良さっていうの良さっていうの。 ち違だからまあある程度の台風ね、まあ、それによってこうあのダムの水がね満杯になったりとかね沖縄助けられてる部分も、まあ、多々あるんでね、まあ、適度に来てほしいなっていうふうに思っておりますのでねリフォーム屋さんの立場から言わせてもらえば、えー、皆さんあの何回も言いますけど あの台風来て大雨降るでしょ大雨降った時によくあのアパートとかのこうベランダのね排水溝がこうゴミが詰まってるともうそこがこう,もうプールみたいになっちゃうわけですよ。いっぱい雨が降って溜まって。するとねあのー、大体あの床下についているこう換気口っていうのから水がどんどん入ってきちゃってで例えば2階の お家の人の人ベランダに水が溜まるでしょそしたらその換気口から水が入ってくるそしたら床下に入るで2階の床下っていうことは1階の天井っていうことだから、えー、1階の天井の方から水がポタポタ落ちてくるというね、えー、風吹けばおケアが儲かる的な、まあ、そんな感じでそういう風になるんですよだからあの台風前は特にねこうベランダの排水口が詰まってないかっていうことでもう何て言うの,あの掃除、うん、それを絶対やってくださいね。 ああとあのトタンね、トタン危ないよあの、飛んだら本当に危ないですからね、えー、あと、まあ、いろいろトタンよ、<laughs> もうとにかくトタン、<laughs> とにかくトタンが危ない、うん、だからトタンに気をつけましょうね、<laughs> であのー、やっぱり台風が来る前にねあの修繕しておいた方がいいものとか、えー、ちょっと倒れそうな樹木の伐採とか、えそういうときはどうするそう、ショーンプレイスに電話する。<laughs> <laughs> なのでよろしくお願いしますね。はい、えー、ショーンプレイスは。えー 小さな修繕からアパートのリフォームまで、あいえ、おうちのリフォーム何でもやってますんでね、よろしくお願いします。えー、まずね、あのー、毎週毎週コーナーの最初として、えー、僕が Facebook で毎日どういうことをアップしてるのかと、<laughs> すごいあの、半径、半径1メートル以内の話題しか僕、あの <laughs>、<laughs> <laughs> いたいアップしてないんで、それを紹介すると、えー、僕、6月19日の日曜日、どんなことをつぶやいてたかというと、 えーまあ、父の日でしたよねえ父の日、えー、ユニホームの東映さんのことを僕あのフェイスブックでアップしてるんですよ。うん。あの儀乃湾にもねあのコンベンションセンターの入り口にね、あのー、作業服の東映さんあるんですけど東映さんは最高よやっぱり。僕たちみたいなこう建築業界の人たちはもうみんなもう大体お,あのお世話になってますよ。うんで東映っていうところは あの作業服はもちろんのことすごいカジュアルなねあの洋服もいっぱい置いてるわけジーンズとかあの T シャツとかあのシャツとかさまあ靴もそうだし結構かっいいいいのいっぱいあるんですよだから本当に僕の周りの人ではあの同業者の人では洋服から身につけるもんもう帽子からパンツからもう全部靴下も全部投影で買うって人もね結構いるのよ、う。ん であの作業服は安いししっかりしてるしもう従業員のみんなあの綺麗だし <laughs> すごいあのご,ごま吸ってますけどいやいや、ね、もう本当に、えーね、すごくいい感じの店舗が、ね、沖縄にたくさんあるんで、えーまあ、何が言いたいかというと、まあ、あのぜひ、えー、YouTube のスポンサーになってくれないかと <laughs> そんなこと、えー、思っております。えー、よろししくお願いしますね 今日はですねあの、えー、ゲストに先ほどもお伝えしましたけどゲストに私のねあの幼なじみのお兄さんでもあります、あのー、オカリナ奏者のチーナさんが、えー、いろんなねあのイベントの情報などを、えー、告知してくれますんでねすてなオカリナのね音色も、えー、聞かせてくれますので楽しみにしていてください、えー、じゃあもう一つぐらいねちょっと、あのーまあ、僕の Facebook の話題をお伝えしますが、えー、6月20日 えまあ文章を読みますよそのまますよそのこの洗濯機買って2年目で気づいたんだけどコースの我が家流って何っていうふうに僕アップしてるんですねで写真がね、あのー、僕たちのお家のこの洗濯機の写真がアップで写ってるんですがあのコースってみんなあるでしょ洗濯機にねあの標準とかあのソフトとかドライとか毛布とかいろんなのね標準とか。 あ,のあるでしょそれの中に「あの我が家流」っていうのが <laughs> あるんですよ <laughs>。「我が家流 <laughs>」。あの2年間全く気付かなかったっけ僕あの。見てたんだけどあの意識して見てなかったんだろうね。でこの日6月20日に見て「は我が家流?」みたいな「何それ?」みたいなこと思って「我が家流って一体何だろう?」って今でもちょっと疑問なんでね。何だろうね「我が家流」ってね。 お任せ的な <laughs> 洗濯機に気まぐれ洗濯機の <laughs> 気まぐれ感想みたいな <laughs>、まあ、そんな感じです <laughs>、えー、僕のこういうねあのフェイスブックが見たいって人はあのぜひ申請してくださいあの火曜田高行きで、えー、検索してみてくださいねそしてあの、えー、友達申請したらあのお友達になれますんで、えー、そしたら僕のフェイスブック見ていろんな,、えー、なんかねコメントとか。 送ってくれると嬉しいですえー、じゃあ今週の一曲目今週はですね、えー、クリエーションというねバンドの紹介をしたいと思っておりますでこのバンドはね、えー、まあ、かっこいいバンドなんですけど、えー、この曲スピニングトーホールドはね、えー、まあ、昔のプロレスファンならもうみんなが大好きな曲でもうこの番組でもう何回もかけてるんですけど今日もかけます <laughs> それぐらい好きなんです では行きましょう今週の一曲、えー、クリエーションで、えー、スプリングとホールドをお届けしながら、えー、ゲスト、えー、曲分けにゲストの、えー、オカリナ奏者チーナさんの登場です。お楽しみにジャイキマース曲は、えー、クリエーションでスプリングとホールド はいご機嫌な曲を聴いている間に、えー、スタジオには、えー、オカリナ奏者のチーナさんがやってきてくだ,くださいました。おめでとうす。はい。<ー>よろしくお願いします。ナオキニーニチーナさんというよりも、僕はもうね、もうナオキニーニって言ってしまうんですけどね、ね本当にね、はいえー、改めて紹介させてください。えー、オカリナ奏者のチーナさんで,ーす、はいえー、です。よろしくお願いします。あもう今日は本当にも、えー、いらっしゃいました。よろしくお願いします。はい もう早速ですけど、ニに、あのー、まずは、<coughs> その素敵なオカリナの音色を聴かせてもらってもよろしいでしょうか。はい、なんか、いきなりと緊張します、ね、<laughs> <laughs> もう、あのー、あのまんじゅが聴いてますからね、今ね。もうね <laughs>、まあ、伴奏もないのでね、ちょっとも。伴奏はあのー、皆さん、それぞれ心の中で鳴らしてくださいということで、でちなみに、千、え、奈、ー、さん、曲は何をしますか えっとちょっと悩んだんですけど、はい、あのこの「オカリナ」を始めるきっかけとなった曲で「はいうん、オリビア」を聴きながらの出だしの方ああいいっすねお願いします。はい うわいいっすね。もう直樹に,にのオリビアを聞きながら、を聞きながらっていう感じで、<laughs> 過ごしておりましたけど。はい、いや、いいです。本当にありがとうございます。いや、そんな直樹に,に、今日は、はい、ええー、告知もあるということで。ありますね。 じも早速あの事務的なことはもう先にちょっとやってもらって、あとはもうちょっと自由にちょ話ししたいんで、じゃ早速ちょっとお願いしていいですか？はい。えっとまずはですね来月七月の三日なんですが、はい。第三回アコースティック親父音楽祭というイベントがありまして、はい。場所は三浜のライブハウスモッツ。あモッツの方で、はい。でそこでですねえっと私含めて五組のアーティストプラス えー、神戸からティンジャーラさんというゲストがいらっしゃるんですがやっぱり40代以上の音楽をやってるおやじたちの交流会的なライブにしようということで70年代あたりのフォークソングやオリジナルの弾き語りの方がメインとなってますね。うんうんはい、あいいいすね楽しそうなされてるのが、うん、あのが出身の、はい シンガーソングライターの金之助さん。なので、はい。はい、の方の企画となってます。で、当日はですね。えー、会場が十八時。はい、開演が十九時、うんえー。チケットは前売りで千円。はい。あいいですね。当日千五百円となてります。なっはい。これは、あのー、あれです。 モズで購入するんですか。それともナオキにも販売してるという感じですか。僕も販売してますので、できればそうですね。はい、もうフェイスブックなりあのメッセージいただけると、そうですね。私の方で販売させていただきます。はい、いいですね。あのメッセージでじゃあナオキニにチケットお願いしますって言えば、はい。この前売りの値段で当日、当日でもオッケーです。でもオッケーですね。うん。でも本当にあの気軽に皆さん。 ぜひ連絡してください。なおきにチケット売るほど持ってますからね。<laughs> よろしくお願いしますよ。よ、はい、でもう一つあのお知らせ中華。はい。うん、ですね。これはあの、はい、もう地元。普天間高校。の子なんですけども。はい。あと僕らの普天間高校の三十九期生になるんですね。うんえー、昭和四十三年の。四月から昭和四十四年の三月生まれ。今回この三十九期生の。うん 同期会を予定しています。はい、まああのサルド氏のね、ズ、うん、シビですから。うん、はい。でこの告知をちょっとさせてください、はいえー。同期会の日付がですね、えー、今年の11月の5日土曜日。はい、時間は18時から。うん、で場所がですね、えー、役所向かいの JA ジュビランスの4階となってます。はいえー、会費が男性6000円、うん、女性5000円。うん 同級生の夫婦は割引で一万円。マジっすか。写真代込みです。結構いるんですよ。同級生夫婦が。そうなんですか。いいっすね。はい。で、あの今回この幹事さんからですね、振り込み先も伝えてって言われたんですけど、多分ここで言ってもメモできないので、詳しくはですね、インターネット、はいはい、あのスマホなりパソコンから、普天間高校三十九期掲示板。 で検索していただくと、うん、この詳細が載った掲示板が出てきますのでそちらの方をご覧くださいそれ見ればこう、はい、いろんな情報も分かるしまたそれにいろいろみんなこうあれでしょうコメントとかしたりしてそこでいろいろまた交流したりね。そ,うん、それもあるしあと土田家の居酒屋ふるさとというお店が同級生のと垣徹君が。うん ケースの店でして。あ、そうなんですか。そこでよく同期集まって、あの、お話をしているので、はい、一杯飲みながら。居酒屋っすね。ふるさと利用するのもいかがでしょう。あ、いいっすね。とる宣伝したよ。直樹に今度あれだね、ビールタだだね、ビールね。一杯ぐらいね。あ、そうなんですか。うん。直樹にあの、ちょっとあの、メールの方もね、ちょっと来てるんで、ちょっと紹介しながら。この後は後半戦、ちょっとお付き合いください。はい。 かゆださんスタッフの皆さんこんばんは梅が明けてからめちゃくちゃ暑くないですか私もう毎日毎日溶けそうですペンギンの夢を昼寝で見てしまい重症だなと自己分析していますかゆださん暑さの毎日の暑さ対策ってどうされてますか何か涼しくなる方法ないですかね、えー、今日も30分最後まで縛ばりを、えー、白山団地の三条さんから来てますねなわけに夏っすよね暑すぎますね暑さ対策って何かやってます 基本うちら仕事がクーラー効いてる機械なので特にあのデブーは汗かきなので <laughs> 外に出ないが一番です本当でも,、ね、もう冗談抜きでそれもね、うん、一つの対策だと思いますよ、はい、今、昼間の暑さ尋常じゃない溶けますよね、本当に溶けます僕たちも僕はの仕事でちょっと外でやったりするんですけどやっぱり休憩こまめにとりますよ,だよ、ね、じゃないと本当にやばいです。うん 今はもう、やっぱ昔とやっぱ違うじゃないですか。ね、なおきにね、僕なんかがあの学校の時って体育の時間とか水飲むなとか。だったね。<laughs> 今考えると恐ろしいよね。ね本当にってってるんだ,、ね、だからね。なんか水飲んだら負けたぐらいの、そ, <laughs> そんな勢いでしたよね。うん、本当にね。<laughs> あと、ちょっともう一つメール紹介させてくださいね。か、はい、えた、ー、さんこんばんは。今日は娘の誕生日です。 ぜひ娘にメッセージをお願いします。優い、お誕生日おめでとう、楽しい一年にしてくださいね。優い、うん、の味方、マーミーよりから来てますね。これはの僕からももちろんね、ハッピーバースデー、ハッピーブルースデーって言いたいんですけど、うん、ここはもう、ちょっとせっかくですから、オカリナ奏者のチーナさんからもね、あれ、ね<ー>ち？ちょっとお願いしていいですか、また。あの衣さん今あの素敵な曲の まフレーズのプレゼントがありますから、よーく聞いててくださいね。はいや、いや,ーいやー、直樹に、ね、かっこいい。<laughs> まさかこのフレーズがスッと出てくるとは、またいいっすねいやいや。よかった、よかった。今のハピーバースデーはきっと届いたと思いますんでね。はい、いや、もう。 あと、あのー、ツイキャスの方もも、ね、いろいろコメント来てるんですけどね、兄、うん、ちゃんさんって方から、かよださん、こんばんは、今日もテンション高いですねっていうふうに来てますけどね、今日はあは、のー、幼なじみの、あのー、ニーニーが来てるんでね、あのー、テンション高めにいかないと、あのー、後で、あのー、ちょっと死なされるんですよ。ね、本当、すいませんでした。<笑><笑>いえ、でも本当に、直樹ニーニーは昔から優しいニーニーでしたからね。だと思うよ。<laughs> 本当ですねいやでも本当にね僕たちも直樹にもうギノワンのことはねもうだ直樹にに聞いたらねいやや、いいろいろわかりますからねもうねでもねやっぱりあのギノワンのね昔ほらここにこんなのがあったよねって最初よくやってたコーナーはいはいはいあれねいっぱい送りたかったね高井あれはぜひね やっぱりだんだん記憶って忘れられていくじゃないですか街の記憶とかねやっぱり残した方がいいですよ、絶対にテリーズ大好きって言われてもねテリーズギノアン志摩市にあったテリーズテリーズ良かったですよねよく使いました中にレーザージュークボックスがあってねそれで好きなバンド見たりしてねよかったですけどねあとはもう今もありますけどノアンボールもね まあよく言って前はあの上に紫がありましたけどね、ね居酒屋ね。うん、あの頃のギノアンボールって、やっぱりあのみんなこう手書きじゃないですか、手書きね,だったね。だから僕たち世代の人ってみんな手書きで書けるんですよね、スコアつけられるんですよね、うん。若い人から見たら相当びっくりするみたいですよ。本当んだに <laughs>。らしいですよ。えー、僕なんかはもう当たり前でしたけどね、ね中学生のととかもね。 最初でもめちゃくちゃ練習してね、うん、<laughs> 投げまくって、まだ本番始まってないよみたいな、<laughs> <laughs> よくありましたね、<laughs> もう3ゲ,ーム3ゲーム分ぐらい投げ終わった後に、<うん S 2> よし、やるかみたいなね、<laughs> <laughs> 本当にそんな感じでしたけどね、いやー、もうも、う生き兄にいい <laughs> <はい S 2> あっという間に終わりの時間が来てですね。<laughs> <laughs> 本当,本当に早いですよね。はい、あの大人の事情でこの番組あの30分になってですね。<laughs> よくわかってます。<laughs> もうあの前はね。1時間だったんですけどね。うん、あの、本当に半分ぎゅ凝縮してやってますんでね。はい、ま時間もあっという間なんですけど、ちょっとあのエンディングの曲をねかけながらね。ちょっとあの、はい、お話最後までちょっとあの、えー、ちょっと色々ね。聞かせてほしいんですけどね。はい えーまあ、なんちゅうんですかね、直木にも、あのーこの、まずはあの近場の,この、えー、ライブですね、うん、7月の3日、はい、ライブハウスもつで,モッツですあるライブ、ぜひ皆さん、これ、こんなに、ね、あのいろんなアーティストが出て、あのー、1000円というのは、めちゃくちゃ安い,っすよ、ね、安いですよねおお、お得だと思いますので、うんはい、ぜひ、えー、よろしくお願いします。はいえー、この番組は ボディマッサージとアロマのリメディアルアロマスクールサロンティーズ歯を守ることそれは命を守ることコーチンダーシカークリニック丸ごとラスクが大好評のワイズサポート酒類全般輸入卸し通信販売上位イ商事アパートの修繕リフォームならショーンプレイスの提供でお送りしましたいやあのきりに、はい、あと1分ぐらいあるんでねそうでちょっと話しましょう <laughs> <laughs> どうですよ最近調子いいっすか そうね。でもやっぱりあの音楽はね本当にやって良かったなと思うのがあっちゃこっちでいろんなで高木もそうさねあの去年ビックの出会いだったしあるって小座では高校卒業以来の同級生がライブやっててあマジっすかそうそんなビックの出会いもあったのですごいっすねあのあるって小座といえばなんかあの勝さんが卒業するということでぜひね。 もうあのお世話になりましたからね、ええ、ね。行きましょう。行きましょう。じゃあ、今週も時間いっぱいとなりました。お相手は DJ マークワードル高行と、今日はね、あのー、オカリナ奏者のチーナさんが来てくれました。本当にありがとうございました。はい、じゃあ、また来週お会いしましょう。バイバーイ。